エネルギーインテンシティ GNPPPP2000 アメリカドルエネルギーの経済効率は経済上のエネルギー資源の消費効率の尺度であるエネルギー資源の経済効率を評価するために消費エネルギーと GDPPPP を比較したものである国際エネルギー機関やアメリカ合衆国エネルギー以上でエネルギーインテンシティ 国際連合の経済社会理事会で GDP あたりのエネルギー消費と定義しているもので、総一次エネルギーを GDPPP p で割って得られる。GDP あたりのエネルギー消費量である、1ドルの GDPPP を生産するのに費やしたエネルギーで、いわば大 GDP エネルギー消費指数。その逆数である。 GDPPPP を総一時エネルギーで割ったエネルギーあたりの生産金額をエネルギー効率としている資料もある。どちらも分子分母が逆転しているだけで比較しているものは同じである。自動車の燃費をリッターあたりのキロ数で表すか、100キロメートル走るのに何リッターかの表現の違いと同様である。多くのことがこの指数に影響を与える。 各国の平均生活水準、気候の違いなどは大きく、指数を変動させる。しかしながら特に寒冷地や熱帯では、暖房や冷房にエネルギーが消費されるからといって効率が悪いわけではなく、より物質的生活水準に依存するところが大きい。エネルギーを消費して生産される物資や、使用上エネルギーを消費する、各機器の普及率やそれら機器のエネルギー効率、 運輸インフラの整備状況、建物の断熱状況、車の普及率やそれらの平均燃費など様々な要素がこの指数に影響を与える。また生産活動がエネルギー依存の少ないの比率が高くなれば見かけのエネルギー効率は良くなる。など一律に各国を比較することは困難である。同様の生活レベルで同程度の生産性の国では温暖な気候にある国の方が エネルギー効率は良くなる。また IEA や AIA で集計している一時エネルギーは、あくまで市場で取引されたエネルギーであり、小規模もしくは時給に近い薪や炭やデータン、水車、風車車等のエネルギー消費は計上されていない。エネルギーインテンシティとは、対 GDP エネルギー消費指数であり、消費一時燃料を GDPPPP で割って得られる数値である。 GDPPPP1 ドル分を生産するのに、費やしたエネルギーの量として表す。高い数値は、生産により多くのエネルギーを消費することを意味する。低いほど国としてのエネルギー効率が良いことを表す。各国のエネルギー消費率は、国際エネルギー機関やアメリカ合衆国エネルギー省のサイトで一覧できる。国際エネルギー機関のサイトでは3年前の数値が、 無料で公開されている。アメリカ合衆国エネルギー省のサイトでは、毎年4月に2年前までの実績と以降の予測値を発表している。各国のデータの集計方法や計算、推定の方法論などの違いで、期間ごとの公表値は必ずしも一致しないので注意。下記の外部リンク参照。一人当たりの GDP とエネルギーの 生産効率 GDP トップ40カ国英語ではエネルギーエフィシェンシーと呼んでいるが熱工学のエネルギーエフィシェンシーと区別するためここではエネルギー生産効率とする上記のエネルギーインテンシティの逆数であり分子分母を入れ替えたものである GDP をエネルギーで割って得られる数値はエネルギーあたりの GDP 金額であり一定のエネルギー消費に対して生産される金額を 示す。リッターあたりのキロ数同様、数値が高いほどエネルギー効率が良いことになる。この指標は一定のエネルギー消費に対し生産される。GDPPPP の金額、言い換えるとエネルギーの生産性、エネルギー消費のロアを表す。金額が大きいほどエネルギー効率が良い。ノート参照データは AI より、BTU は等へ換算。ありがとうございます。